下関で活躍している地元を愛する人たちをご紹介するトーク番組、素敵な下関人を山下真由美がご紹介。それでは行ってみよう、下関人図鑑。J コムからお届け、下関人図鑑。ちょっとノリがすごい、はい、独特で楽しかったですけれども、ありがとうございます。はい、この番組は下関で元気に活躍しています下関人にゲストとしてお越しいただきまして、お送りしていますトーク番組下関人図鑑です。今回も進行役は私、J コム下関地域アナウンサー山下真由美です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、今回のゲストは74人目となりました。こちらです。下関海峡マラソン2019で6時間のペースランナーを務められます高橋飛鳥さんです。はい、下関の海峡マラソンのペースランナーを務めさせていただきます高橋飛鳥です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、はい、いやちょっと今年も走られるということですが、ペースランナーの方なんですよね。へー、あのその時のウェアということで。はい、そうですね、あの当日、はいはい、あのこのウェアで、はい、走らせていただきます。海峡マラソンって書いたビブス、はい、この下になんだかあの何時間ペースランナーとか貼られるわけですよね。はい、そうですね、はい、じゃあ6時間ペースランナーっていう風に表示されて走ると、はい、表示されて風船つけて走ります。あ、風船つけるんですか。はい、あ、分かりやすいように。そうですね、あのランナーさんに分かるように。はい、なるほどなるほど。今回、こちらあの収録場所を、ね、ご紹介しておきましょう。下関市竹崎町にあります、下関市民活動センターふくふくサポートフラップ、こちらの多目的交流スペースからお届けいたします。はい、ということで、早速ですがトークテーマをご紹介したいと思います。はい、はい、こちらじゃじゃん、はい、習い事も仕事も興味津々、うん、2つ目、マラソンもトレーニングも興味津々。3つ目、今年も笑顔で完走下関海峡マラソン。この3本柱でお送りしてまいります。さあ、それでは早速ですが、はい、1つ目、習い事も仕事も興味津々というテーマのもとトークしていきたいと思います。はい、はい、高橋さんはまずは、まあ、下関ご出身ということで、はい、よかったですかね。はい、どうでしょう、どういったあのお家にこう生まれになって育たれたんでしょうかね。あの一軒家と一軒家がくっついている二世帯住宅ですね。はい、へ、まあ、生まれはちょっと違うんですけど、はい、でずっと住んでいるという感じで、まあ 市, はい、市内で生まれて市内で、はい、ちょっと引っ越して、はい、別の町で育ったっていうことですね。ですね、はい、ご兄弟とかは。あ、一人っ子です。一人っ子ですか。はい、ちょっとお人形さんじゃないですか、これ。これあの今で言ったらもうすぐこんなあのモデルとかでスカウトされますよ、子供の。あ、ちょっとあの子供の頃モデル目指してました。あ、もう本当に。はい、あのモデルさん気分で写真を撮ってました。そしてなんかおばあちゃん子だったということですよね。そうですね、はい、おばあちゃんとのお写真もあります。いや本当かわいいし、あのおばあちゃんも若いですね。なんかこの時ね、可愛がってもらったなっていう思い出ありますか。そうですね、あのよく気にかけてもらってたなって、はい、声かけとかもいっぱいしてもらって、はいはい、こちらが大人になってからのおばあちゃんとのツーショットですね。はい、本当仲良さそうですね。うん、あのこんな子供の頃はどんなことに興味を持ってらっしゃったんでしょうかね。子供の頃あの、うん、絵を描くことが好きだったり、はいはい、そうですね、あの動物とか、うん、はい、と接するのが好きだったり、まあ、あとは、うん、あのまあ、高鬼とか鬼ごっことかであったり。はい、習い事とかはいろいろされたんですかね。そうですね、習い事は、うん、はい、あのまあ、全て短期的なんですけど、まあ、ピアノであったり、うん、あの柔道であったり書道であったり。はい、中学校のに入ったらどんな部活動とか入られたんです。まあ、バレー部に入りました。はい、バレーボール、はい、バレーボールを3年間、はい、3年間できましたね。はい、できましたとはどういうことですか。いや、なんか基本的に秋っぽいのであの続かなかったりしてたんですけど、
仲間のおかげで、はい、続けてこれたので、はい、へえ、そうなんですね。よかったと思います。そうですね、はい、よかったですね。高校生になったらどうだったんですか？高校になって友達の影響で、あのバスケであったり、陸上であったり、はい、陸上、はい、でも短期で辞めてしまったんですけど、はい、社会人になられてもお仕事もいろいろと興味を持たれてされたようですね、はい、どんなお仕事に就かれたんですか？あ、そうです、まあ、飲食関係のお仕事、仕事が多かったんですけども、はい、まあ、あとはキャディですね。ゴルフ場のキャディの方は12年間ほど、はい、長いじゃないですか。そうですね、秋っぽいとか続かないって言っているけど、はい、12年もなる、続いたら素晴らしいですね。そうですね、はい、マラソンもトレーニングも興味津々ということで、はい、テーマ1ではマラソンの間の字も出てきませんでしたけれども、はい、では一体マラソンはどういったきっかけで、うん、いつ頃から始められることになったんでしょうか？はい、海峡マラソン の、 第1回目のポスター、はい、貼られてあるポスターを見まして、ちょっと自分になんか自信がなかったので、そういえば中学校の頃はマラソンが得意だったなとかって思い出して、ちょっと応募をしてみました。はい、そうだったんですか。はい、初めて出るからといって結構ちゃんと練習されたんですよね。あ、そう、その時は、うん、はい、結構練習できてましたね。まあ、短い距離ですけど、はい、それはどんな練習をしたんですか？まあ、ゴルフ場のお客さんとかに教えてもらって、うん、まあ、リュックサックに砂袋を入れて走ってみたり、うん、あとは、はあ、砂浜を走るといいとかって言われお聞きしたので、そうですね、砂浜走ったり、はい、いや鍛えられそうですけど、うん、まず5キロのマラソンをするのに練習する内容じゃない気がしますけどね。そうですね、そうだな、ちょっとやってみたいって思ったんですね。そうか、はい、そういうのも、はい、もしかしてなんかドラマとか、はい、そういうのにこうちょっと あったな、そんなシーンちょっとやってみたいなって、また、まずそうですね、憧れ入りましたね。憧れ入りました。でも砂浜での訓練はなんか一緒に歩いてくださる方がいたので、それで、はい、一緒にね頑張れたっていうことで。そうですね、頑張れましたね。はい、その1回目の5キロのマラソンはどうなったんですか？うん、結果は、結果は年齢別2位で、20分50何秒かでしたね。はい、タイムの方は、はい、じゃあその練習会あってっていうことですよね。そうですね、はい、でもそれをきっかけにマラソンの世界にちょっとハマり込んでいくということなんでしょうか？そうですね、はい、ハマり込みましたね。その第1回の海峡マラソン終わって、はい、またすぐ何かチャレンジされたりとか？うん、次は10キロと思ったので、秋吉台の方の10キロを走って、またそれもなんか年齢別で、はい、ちょっと、まあ、いい結果に、うん、が出たので、はい、そう取ったということですね。はい、フルマラソンはいつぐらいに、じゃあ何回目というか、まあ、ほどなくしてですか？フルマラソンちょっと期間が空いてたかもしれないですけど、フルマラソンも海峡マラソンがちょっと初めてで。なるほどなるほど。ご自身の、はい、フルマラソンデビューは海峡マラソンだったということなんですね。はい、その時はどうでしたか？初めてのフルマラソン、前半突っ走り気味の後半ちょっときついけどゴールめがけて頑張れたなっていう感じですね。はい、どれぐらいのタイムだったんですか？最初大体4時間 20分台ですね。はい、それ立派なタイムじゃないんですか？初めてにしては。あ、そうですね、はい、タイム的には、はい、良かったなと思うんですけど、なんかすごいきつかったなっていう。そらきついですよね。はい、はい、フルマラソンもいろんなフルマラソン出られたりとかですか？そうですね、その後、はい、その後はまあ、フルマラソンちょっと次4時間切りをしたいなと思って、はい、4時間をちょっと海峡マラソンで切ることができたんですけど、はい、でまあ、フルマラソン終わったら今度はやっぱり次は 100km マラソンかなって思いまして。はい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 、出たんですか？あ、はい、出ました。はい、何回ぐらい出たことあるんですか？2回ですね。2回、はい、1回目がちょっと完走できなくて70キロちょっとでちょっとギブアップしてしまったので。70キロ走ったのに、はい、で、やっぱきちんとこう
あの完走できたっていうなんか結果が欲しいなと思って100キロはもう一回チャレンジして、はい、すごいどんなこと考えて走ってるんですか100キロとか100キロ、うん、どんなことを無心ではないような気がしますね、はい、ウォーキングよりちょっと早いぐらいのペースでちょっとあのすれ違う人となんかお話をしながらって、はい、100キロマラソンにあの私の祖母がの、はい、ばあちゃんがちょっとついてきてくれてまして、はいはい、なんか応援してくれてたので、あのそれでね、まあ、なんかここまでは行きたいなっていう、はい、ちょっとモチベーション維持ができました。すごいですね、はい、トレーニングはキャディだったから。あ、そうですね、あの、ゴルフ場に住めてた時、うん、まあ、マラソンし始めの時はあの、うん、6時半とか7時にあのゴルフ場に、はい、朝行ってでですね、ちょっと、はい、ゴルフ場をこう走ったり、まあ、仕事終わって走ったりとか最初の頃はすごい割とコンスタントに走ってましたね。仕事前にゴルフ場を朝早く走ってる、はいはい、まあ、そうですね、あとそれとかあのとりあえずなんかあのなんか行き帰りも車で行くのもったいないなと思ってですね、うん、そこを鍛える時間に使えないかなと思ってあの自転車でちょっと通勤してみたこともあります。ただまあこれはちょっとあの長く続かなくてすぐやめましたけど、はい、そしてあの履いているシューズにもこだわりがあるということで、はい、今回は履いてきていただいています。はい、靴は靴は、はい、こちらです。可愛いですね。そうですね、あのやっぱあの大会に出るので、まあ、うん、自分のモチベーションが上がるようにちょっとあのきつくなった時に、まあ、明るめの、はい、色の靴を見て元気出していこうと思いまして、はい、色だけじゃないんですよね、こだわってるの、ね、はい、色だけじゃありません。はい、すみません、はい、何ですか、何が違うんですかね、これ、まあ、あの城下町調布 の、はい、あの靴屋さん山鶴さんで中敷き調整をしていただきました。知ってます、はい、で、あ、じゃあ自分の、はい、体のバランスに合った中敷きを、そうですね、はい、中敷きを、はい、これ見えるかな、見えないかもしれないですけど、ちょっと歩き方とかを、ね、はい、見ていただいて、ああ、もう、はい、黄色いのが見えるでしょ、はい、これは山鶴さんのところで、はい、あの考えられて中にこう貼ってるんですよね。そうですね、あのなんか見えるかな、ここ黄色とか黒とか奥にあるんですけどね、はい、そうそう、うん、すごいですね。それに普通の既製品のこの靴の中敷きを上から入れてると、はい、それだけなんですけどね。どうですか、走りやすいですか。走りやすいです。あんまりこう、はい、いろいろ痛めないですか、こう腰とか膝とかどうですか。あ、そうですね、あの靴が自分自身に合っているので、うん、やっぱあの体のズレとかもなくて、はい、そうですか。そうですね、あの見ていただいた時にあの片足だけあのまっすぐ足が出ているのに、うん、あの右足がちょっとこう、こう外からっていうか、はい、ちょっと、まあ、股関節あたりがずれてたみたいで、それで、まあ、あの靴を、はい、調整していただいて、そうなったんですね、はい、そういったこだわったグッズ、ウェアとかで走っていらっしゃるということですよね、はい、今年も笑顔で完走、下関海峡マラソン、いやね、あの海峡マラソンも11月3日今年はい、開催となります。11月3日ですね、ですよね、もうすぐ、はいはい、ペースランナーをされてるわけなんですが、はい、まあ、最初は自分が選手としてランナーとして走ってたと思いますけど、はい、ペースランナーになったきっかけとかあるんですか。なったきっかけは、うん、6時間ペースランナーの土山さんという方がいまして、あの、そうですね、はい、私あの、まあ、いろいろ習い事してたんですけど、あのパステル教室の、まあ、お友達の紹介で、あの菊川、うん、ジョギング教室に通うようになりまして、はい、あ、菊川ジョギング教室の皆さん、はいはい、こっちか、はい、たくさんいらっしゃいます。そうですね、まあ、お友達というか、まあ、皆さんこうお世話になっているんですが、はい、でこの方たちと一緒にあの練習するようになって、はい、そうですね、なってあのまあ、土山さんがあのペースランナーをされてるという話を聞きまして、かっこいいなと思いまして、私もやってみたいと、はい、はあはあ、うん、なるほど、この赤い方が土山さん、ね、そうですね、はい、横で高橋さんも走ってますけれども、はい、かっこいいんですよ。へ、はい、この方からどんなことを教わりましたか。ペースランナーとして、まあ、1キロ
キロごと の計測とやはり後半の声かけですね。はい、そうなんですね。なんだか走ることもね、なんか楽しく走ろうみたいなこともね、教えてくださったということでね。ペースランナーって海峡マラソンには何人ぐらい今いらっしゃるんですか？どういう、はい、こう区分というか、大体30分ごとに、3時間から30分ごとに、はい、ペースランナーが2人から3人はいます。はい、なるほど。これが海峡マラソンペースランナーの皆さんです。はい、今年もこの方たちなのかな、違う方も出たりとか、違う方も入れ替わったりとかもあるかもしれないですね。はい、へー、なるほど。で、はい、高橋さんは何回目ですか、今年で。今年で4回目ですね。へー、6時間が2回目ってことですかね。6時間が3回目です。3回目ですか。はい、なるほどなるほど。はい、まあ、なんか違ったね、大会のペースランナーもされたりしてるということですけれども、うん、はい、6時間が制限時間じゃないですか。はい、そのギリギリのところのペース掴んでますよね。はい、そのあたりでこうもしかしたら完走するかもしれない、ちょっと難しいかもしれないみたいな人たちと一緒に走ってるわけですよね。はい、どんな声掛けするんですか。頑張れであったり、はい、うん、まだ間に合うからちょっと、はい、諦めないで、はい、ちょっと頑張ってほしいなって、やっぱ自分の気持ちを、はい、その時の気持ちをね。そうです、その時の気持ちを、はい、うん、言わない方がいいとか思ってる言葉とかあるんですか。あんまり手前でもうすぐですよとかっていうのは言わない方がいいかなって、はい、まあ、それランナーさんにこう教えてもらってですけど、もうすぐっていう、まあ、感覚が人によって違ったりもするので、まあ、でもやっぱりその時の気持ちでこう、もうすぐとかでこう言っちゃうこともありますよね。はい、でも気にかけながら自分も完走しないといけないから大変ですね。それはそれですごいやりがいのある、はい、お仕事ですね。出る方はもう今、うん、トレーニングというかずっと走ってると思うんですけど、はい、うん、何かこう完走するこうアドバイスとかあります？今の時期10月の後半ですよ、残り2週間ぐらいしかないですよってなった時、はい、どんな練習とかどんなこと気をつけたらいいよとかあります？なんかよく2週間まではまあ無理はしていいけど、まあ、あまりまあ故障しない程度ですね。うん、はいはい、ただ2週間になるとやっぱ体の疲れを取っていく、はい、ことが大切になってくるので、はい、なるほど。まあ、でも、まあ、かといって全く走らないとちょっとまあ、きつくなったりもするので、まあ、はい、そうですよね。そうですね、今までのこう練習量を考えて、まあ、緩く、はい、これからはちょっとペースダウンで、はい、ちょっと調整とか整えていきましょうっていう感じの時期になるんでしょうかね。そうですね、まあ、やっぱり人によってちょっと調整の感覚は違うと思うんですけど、はい、そうですね。海峡マラソンの方のポスター、ね、後ろにも貼ってありますけれども、よいしょ、こちらにも手前にも持ってきましたけれどもね、はい、11月3日もうほんとたくさんの方が参加されます。1万2000人ぐらいですかね、全部合わせてフルも2キロも5キロも合わせたら多分1万2000人ぐらい出ると思うんですけれども、本当に海峡マラソンの魅力って高橋さんから見てどんなところがありますか？海峡マラソンの魅力、やっぱなんか沿道の応援がすごくて毎回感動してるんですけども、はい、それとやっぱり海ですね、すごい綺麗な海をこう見ながら走れるので、はい、すごいなんかちょっとリフレッシュしながら、はい、前向きな気持ちになってます。そうですね、はい、ちょっと励まされるかもしれないですね、そうですね、その経験にね、はい、じゃあ最後にですね、もう間もなく本番ですけれども、まあ、参加される方、そして地元の沿道で応援される方に向かって一言何かアピールをお願いいたします。はい、11月3日に海峡マラソンがありますので、うん、ぜひ沿道でもなんか、はい、なんか声援をかけてくださると大変助かります。はい、そうですね、そうですね、励まされます、すごい、ね、はい、今年も海峡マラソン、はい、ね、たくさんの方が完走されることをね、私も祈っておりますので、はい、最後まで走り切って頑張ってください。はい、そうですね、まあ、ランナーさんと、はい、まあ、個人個人やっぱ目標が違うかと思いますけど、うん、はい、ね、一人一人の、はい、目標が達成されるよう、うん、はい、無理のないよう、はいはい、楽しんで走りたいと思います。はい、はい、分かりました。
ということで今回はですね、はい、海峡マラソンのペースランナー高橋飛鳥さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。